ハイパー家の務め、ご立派でした。残すことはありますか、三奪者エレン・イェーガー。今だ、ミカサ。エレン、お願い帰ってきて。ミカサ、まだ終わってない。そんなはずはない。うなじを完全に吹き飛ばした。だから硬質化で何でも器用に作っちまうってわけか。いくらうなじを潰しても死なねえわけだ。ミカサ、奴の注意を引いてくれ。明かりの設置は全て仕掛けました。作戦は順調か。今のところはな。違和感の正体が分かった。こいつは足元から体ができていった。うなじからではなく、ステージ中央の地面からだ。食われる。エレン、始祖を奪還する。バカ、俺は巨人だぞ。人間の姿のまま俺を殺す気か。これがパラディ島の悪魔。車力の巨人ピーク。兄と同じ水晶体、やはりこいつには歯が立たねえか。でもお前は力を使い果たしている。
もうお前の手札は残っていない。俺はまだだけどな。くそ、あの野郎まだ力を残してやがったか。おい、そこ抜けせ、危ないぞ。見るアギトとはまるで違う。これがアギトの力か。なるほど。どう。まさかあれで逃げるつもりか。先生が食われたんだ。そして次はアギトだ。